はい、どうもこんにちは、ドナイヤモトです。今日は、ベビーメタルのライブを見にまた武道館に来ました。はい、お仕事3時半に抜けてきてというか終わらせてきて、武道館に来ているわけなんですけど、もうこの道歩くのもね、まあ、今回のライブ4回目なんだけども、まあ、これで終わりかと思ったらちょっと寂しい感じもしますね。はい、というわけで今だいたい4時半ぐらいで、まあ、4時50分から入れるんですけど、まあそんなに早く入ってもやることないから、まあ、ちょっとねブラブラと時間潰そうかなというふうには思っています。まあ今回ね、完全に僕情報を遮断してて、昨日の夜からねベビーメタに関するネットで情報全く見てないから、今日何の曲やるのか全くわからないんですけど、ガラッと変えてくれたら嬉しいなっていうのと、なんかレアな曲やってほしいですね。あんまりライブでやらないような曲、まあ、多分定番の10曲は変わらないと思うから、でそのうちの残り1曲がオープニングで、残り2曲じゃないですか。その2曲でね、なんかアルカディア聞きたいんだけど、まあ、多分やらないと思うな。まあだからなんかその曲来たかみたいなサプライズがあったらいいなっていうふうに思います。はい、で今回の座席がね、さっき見たんですけど2階の R 列、だから2階のほぼ天井に近い席、3月に行った時が1階の前から3列目っていうめちゃくちゃ近い席だったんですけど、今回はめちゃくちゃ遠い2階の上からの席ってことで、まあでも武道館だからそんな見づらいってこともないと思うし、まあ上からなら上からでまた結構ね楽しめそうだなっていうふうには思ってるんですけど、まあ果たしてどういう風に見えるのか、まあ多分上からだから多分向こう岸の方まで見渡しやすいかなっていう風に思うんで、1階で前回見てた時はね、逆に反対方向が見づらかったっていうのがあったんですけど、まあ楽しみですね。というわけで、まあもう会場の時間が近いからだいぶ人が集まってる感じがしますね。もうグッズ販売普通にやってるんですよね。まあでも今回はもう本当グッズは武道館4回目なんですけど1回も買ってないですね。1個も1円も買ってないですね、グッズは。もうチケット代だけで 1.5 万かける4でしょう、飛んでるんで、まあグッズにはお金割けないかなっていうね。なんか見たら欲しくなっちゃうけどね。まあでもまあ我慢しますね。まあ似たようなもんだと言い聞かせて我慢しますね。でもこれ事前になんか予約しないといけないんでしょ確か。ちょっともう買うつもりなかったから全くリサーチも何もかもしてないんですけど、まあ買いたいっちゃ買いたいんだけど、まあ我慢します。我慢して、はい。いやなんか、ね、ライブの光景を見慣れた光景っていうのもあれなんだけど、なんかこのね光景も最後なんだなって思うとすごい寂しい感じがしますね。だから今日本当ねどんなお告げが来るのかなっていうのをねすごい楽しみにはまあしてはいるんですけど、まあでもなんだろう、あんまり期待しすぎるとなんかああこんなもんかみたいに拍子抜けしちゃう。やっぱりねなんかこのベビーラのライブのお告げに関する期待度っていうのは、その僕が初めて行った2015年の横割りの時じゃないですけど、あの時にね東京ドームでやりますみたいに発表したじゃん。だよね、そうだよね。だからその衝撃が強すぎてそれ以来やっぱりねなんか最終日には何かあるみたいな風にみんな期待するようになっちゃったのかもしれないんですけど、でも冷静に考えたら東京ドームの時も2日間終わった後特に何のお告げもなしに終わったんですよね。ちょっとなんか外にいてもなんかあれなんで、休憩所の中のね休憩所の中でトイレとかあるそこで休もうかなっていうふうに思います。この建物の中ですね。なんか毎回ここで休んでた気がするな俺はい、というわけで入場しました。僕2階なんでこの北西側に、行こうと思います。はい、トイレがすごい並んでてさ、もうこの外までね、ここまで列があるっていうね、
はい、というわけでライブ楽しんでいきます。はい、終わりました。はい、いやね、GJ とノーレインノーレインボーでしたね、今回の日替わりは。で、あと最初がなんかベビーメタルデスのなんか激しくなったバージョンみたいなやつ、なんかあっという間に終わったんで、なんかこれがなんか前言われてたベビーメタルデスのやつかっていう風に理解するまでちょっと時間がかかってと思ったら、なんかよくわかんないままなんか気づいたらいじめダメ絶対が始まってあれは何だったんだろうみたいな感じだったんですけど、でもその後のねライブ続いてあったんで、なんか結局なんかその子ら辺がどんな感じだったのかって何もよく覚えてないんですけど、うん、まあでも本当お次は何もなしでしたね。最後何にもなしで Only the Fox Got Knows ってモニターに出てきて、もう明るくなって以上を持ちましてってなった時に、なんか僕の隣に座ってた人がえーって言っててガチで落胆した声上げててちょっと笑っちゃったんですけど、まあでもなんか新しい何かが始まるっていうことが分かったっていうだけですね。うん、まあ、でも最後のドラが10個出てきて順々に叩いていくっていう演出はなかなか面白かったですね。うん、なかなかウィーラーって言わないから、ね、はい、というわけでね帰ってきました。うん、明日また改めて感想の動画出すんで、ちょっと今日はね今はちょっとこの今の段階では簡潔に話すんですけど、ちょっともう夜遅いし、ちょっとこれをまた編集してあげる時間とかあるし、明日もちょっとお仕事あるんで、そうなんですけども、まあ2点ですね、特に言いたいのは。まず3点かな、3点ですね。まず1点目が GJ やったんですけど、そこのモアちゃんがね腕組みながらなんか全然足りないよみたいに煽ってるところがね、過去最大級に可愛かった。そこのモアちゃんが過去最大級に可愛かったですね。うん、あれなんだっけ、 GJ やってる時周りに4人他の仮面かぶった女の子がいて、あれがなんか昔の武道館でやった時のオマージュみたいな感じなんですかね。なんかこの前2月におねだりやった時にもそういう人たちがいたっていうレポートちらほら見たんで、あ、これがそういうことかっていう風に思ったのと、あともう一つがね、ノーレインノーレインボーをまさかやってくれると思わなかったんで、これとんでもないサプライズでしたね。いや、聞けてよかった。うん、もう最後に俺聞いたのが東京ドームだから、5年ぶりに生でノーレインノーレインボーを聞いたってことになるんですけど、ピアノがね置いてあった演出とかもすごい良かったし、やっぱね、僕最初ベビーメタル好きになった時、武道館のブルーレイ見てさ、ノーレインノーレインボーがすごい好きな曲になったんだけど、その武道館でのねノーレインよく見てたからさ、あ、ついに武道館でノーレイン歌ってんの聞けたなって思って、すごい感慨深かったですね。うん、いや、この2つが聞けただけでも今日は言った価値があったね。うん、で、あともう一つが、まあ、さっきも言ったけど、お次が何にもなくてね、拍子抜けしたっていう、まあなんかそうかなって思ってたんだよね。なんか、うん、なんかあるんじゃないかってみんな期待するから、あんま期待しすぎるとそんなもんかって拍子抜けするっていうのは、まあ、よくあるケースだから、まあなんかあんま大したことない発表なのかなとは思ったんだけど、何にもなかったね。本当になんかが始まるみたいなことは言ってたけど何にもなかったね。うん、でもなんかしきりに終わり終わりって言ってたから、なんかガラッと変わるのかな。うん、なんか今までのベビーメタとはまたガラッと変わりそうな気もして、楽しみのような怖いような、うん、いろんな感じなんですけど、これ5年前の東京ドームの時も最後終わった後特に何にもお次がなかったんだよね。うん、なんかそんな感じとちょっとかぶったなっていう。うん、でもなんかほんとガラッと変わりそうですよね。なんか衣装から編成からなんか何もかもが変わりそうな気がしてねえ、まあそんな感じなんですけど、まあそんな感じが感想になります。はい、というわけで明日また新しく動画を上げるので、よかったら見てください。明日間に合わなかったらちょっと焦ったになっちゃうかもしれないんですけど、お願いします。ではおやすみなさい。